孫公。孫公は、三国時代の呉の第四代皇帝。三国史において、本名は孫弘氏。祖父は初代皇帝、孫健。父は孫健の第三子で皇太子に建てられていたが廃された南洋孫は、三国史呉氏史、三つすぐ主伝に、捨てがある。赤カラス六年、二百四十三年。 孫和の長男として生まれると孫権は喜び、宝祖という名前を与えた。第二代皇帝の孫良の時代であるだて京2年、253年、配立後調査に押し込まれていた。孫和は、孫春と、全皇主、孫の藩のために、新都軍に強制移住となった上で、自殺を命じられた。孫和とその制裁の長妃は自殺し、孫皇は、伊母帝たちと聖母の南子に育てられた。 永安元年二百五十八年、第三大皇帝の孫九が即位すると、孫公はガラスほど皇に封じられ、東蒔の娘と結婚し、任国に赴いた。聖子の平民の慶応が孫公の任相を占ったところ、後期の人物になる姿であるという結果を得たため、孫公は密かに喜んだが、他人に漏らすことはしなかった。永安七年。 264年秋7月25日、孫安が死去した、三国志暮れ寺、三つつぐ主伝。当時の暮れは、前年に、名友の職が、義の信仰により滅亡し、勝講師が義に批反しているなど厳しい情勢にあり、立派な指導者を必要としていた。かつてからすほどの霊であり、孫公とも親しかった左天軍の万は孫公を、称賛し、調査官王の再来である。 そして法を遵守し、学問を好むと表し、孫康の側近であった上将の牧羊鏡と、左将軍の長布に働きかけた。牧羊鏡と、長布は孫公を皇帝にする旨を主体号、孫康の皇后、主運所の娘に述べたところ、主体号の承諾を得た。こうして孫公は二十三歳で皇帝に即位した。願号と改元し、大社を行った。 元号元年、264年8月、上大将軍の正伊佐夫と大将軍の帝邦を左右の大芝に任命した。長布を表記将軍に任命し、自中を加官した。その他、多くの人たちの理解が進み、恩賞がたまの組みされた。9月、大号の趣子の位を下げて、慶皇号とし、父の孫はに死亡を与えて、文皇帝とした。 聖母の南子の位を上げて、大号とした。十月、孫安の四人の子のうち、大使であった孫、アメタンを、与正王に、その弟らを、女男王、両王、陳王に封じた。火の当主を皇后とした。孫公は定位についた当初は、人民を憐れみ、官の倉庫を開いて、貧民を救ったり、官女を解放して、妻のない者に死わせたり、御縁を開いて、 長寿を解放するなどの政治を行い、名君と称されたこともあるという、好評伝。やがて粗暴で凶慢な人物となり、かつ昇進で猜疑心が強く、酒と女を好むといった風であったため、地位のある者も,もない者も,も皆失望したという。牧羊教と、長布は孫公を皇帝にしたことを後悔したが、そのことを孫公に残言するものがあり、十一月になって、牧羊教と、 長布は中殺された。12月、孫安を定量に葬った。当皇后の父の当薪を高密皇に封じ、母方のおじの何広しら三名も劣行に除せられた。この年に、義は孔子大使を任命して孔子軍に派遣した。柴明が義の小国となり、呉の皇将である女将と孫、を使者として呉に送り、幸福を勧告させた。 感度元年265年3月、孫公は、高六大部の木登るとこ宮中老将の広氏と、義への返礼の使者に送り、助将とまごとに同行させた。しかし、途中で助将が義を称賛しているという話を耳にしたので、助将を十数で呼び戻して殺害し、一家眷属を剣案に強制移住させた。秋7月、孫皇は、慶向号の趣旨を迫害し、 死に追いやった。人々は死の場所や葬儀のやり方から趣旨の死が病死でないことを知り悲しんだという。また、孫公は孫安の四人の子を捕らえて呉のおぎに閉じ込め年長の二人を殺害した。九月、清涼の正しである不戦の状況により武将へ戦とした。女子大部の日のと方と右将軍の諸葛連が県業の守備に当たった。 義への使者となった木登ると、広氏は落葉に到着したが、ちょうど柴明が死去していたところであったので、11月に義より送り返された。孫公は武将に至ると大社を実行した。霊領軍の南部を分割して、市安軍を設置し、慶陽軍の南部を分割して、死境軍を設置した。12月、義が全城により滅亡し、 進むが成立した。法廷元年、266年正月、芝明の弔問のため、大航路の長元と、五冠中老将の帝忠を進むへの使者として送った。長元はその基とで病没した。帝忠は進むが防戦の備えを怠っているとして、孫公によく非への進行を進めた。孫公はこの軍事行動について、軍心らの表記にかけたところ、 鎮税大将軍の陸外が反対し、借機将軍の劉さんが賛成した。孫公は内心では、劉さんの意見を取り上げたいと思っていたが、躊躇しているうちにそのまま、沙闇となった。8月、陸外を左上将に、万を右上将に任命した。冬10月、栄安の山賊の世田田志らが数千人の徒党を集めて、 孫公の異母帝である永安公の孫権を脅迫して、枯らすほどまで進み、孫はの御ささぎにあった楽器や曲外を奪い取った。瀬田田氏らが剣業にまで至った時は、徒党の数は数万人に膨れ上がっていた。帝方と諸葛連は瀬田志らと牛田室で激しく戦い、瀬田田氏らを敗走させ、孫権の身柄を取り戻したが、孫権は自害した。十二月。 孫公は東建業に戻し、守る将軍の遠巻を武将の守備に置いた。法廷二年、267年の春、大社を実行した。右上将の漫画長公を遡り、共江級の守備に着いた。夏六月、剣明宮を建てた。冬十二月、孫公は剣明宮に移って、ここに帰居した。法廷三年、268年春二月。 左右の御子大部であった、帝方と妄想を、それぞれ四空と使徒に任命した。秋九月、孫公は東刊に出兵し、帝方は合皮に軍を進めた。この年、公衆志士の隆春と、全部、ただしの治さ足を派遣し、皇子に進行させたが、進むの将の家らのために敗北し、二人とも戦死した。兵は、バラバラとなって、合歩に帰還した。 健康元年、二百六十九年春正月、この孫金を大使に立て、他の二人を、外洋王,王と東なる王に封じた。冬十月、健康と改元し、大社を行った。十一月、左上将の陸外が死去した。官軍の武藩、伊南将軍の説、相互大使の東高らが、慶州より、官軍の律義へ、特軍の助ありらが、県安から回路で進軍し、 合歩で集結し、講子を攻撃しようとした。元功2年、270年春、漫画兼業に帰還した。立木絵は、剣案の道が、通行困難となったため、同省の兵明を殺害し、軍を引き上げさせた。夏4月、左大芝の瀬伊が死去した。電柱列将の何忠氏が、勝負の立木絵が、兵明を乱りに殺し、 勝手に軍を帰還させた。と残言した。律芸とジョアリの一家眷族は皆殺しとなった。秋九月、何忠氏の将兵五千人が長江を遡り、下去で巻狩りを行った。都督の孫州が出奔し、進むに亡命した。この年、大社が実行された。建康三年、七十一年春正月つごもり。 孫皇が大勢を引き連れて離れにまで進んだ。明の母や、姫かけまで皆同行した。当官令の花かくらが必死で、止めため、引き返した。この年、グハンと東皇は、皇子を陥落させ、進むのを置いた首相らを皆切るか、池取りにし、旧馬軍と日南軍は皆暮れに服属した。大社が実行された。皇子軍が分割され、新将軍が設置された。 諸将は、タスク源を破り、竹平軍を設置した。武将のただしであった、藩誠を大尉に任命した。右大柴の帝宝と四空の毛うとし、妄想が死去した。法王元元百272年秋8月、清涼のただしの付箋を召喚しようとしたが、付箋は、命令を聞かず、城を挙げて、進むに降伏した。 学豪都督の陸校が派遣され、不戦の城を包囲した。不戦の敗下は降参し、不戦と、その計画に加わった者数十人は、皆三族皆殺しとなった。大社が実行された。この年、右上将の漫画建築を受けて、嬉しし、その指定が土寮に流された。何ただしの悪事が発覚し、中殺された。孫公はその悪事が、長ネ野に似ているとし、 なお何ぬのと改めさせた。法王二年、二百七十三年春三月、陸皇大柴に任命した。死との手方が死去した。秋九月、和洋王を、老王に、東なる王を西王に、改め封した。陳竜王、少良王楽人の王を新たに封じ、王の数は十一となった。それぞれの王に三千の兵士を引き入させた。 孫公の愛称に人を市場にやって、民衆の財貨を強奪させた者がいた。司中郎将の鎮静は、孫公の寵愛を受けていたが、この者を捕らえ法に従って処刑した。愛称が孫公にそのことを訴えると、孫公は激怒し、別のことに囲つけて、鎮静を捕らえ、焼いたノコギリで首を切り落とし、体を四坊さんに捨てさせた。この年、大尉の藩誠が死去した。 法王三年二百七十四年、海警軍で昭安公の孫イサムが天使になるであろうという要言が流行った。臨海大衆の景気は海警大衆の各丹に書を送り、国政を非難した。各丹は景気の書については報告したが、要言については報告しなかったため、県安軍に送られ船作りに従事させられた。三軍正の難職を送り景気を捉えさせようと、したが、 慶弘氏は兵士を集めて、守りを固め、通路を立った。慶弘氏は、配下の兵士に殺され、首を兼業に送られ、三賊皆殺しとなった。秋七月、死者二十五人を派遣し、別れて、それぞれの州や軍に入り、逃亡者を摘発して都に送らせた。大芝の陸港が死去した。天殺、元年、二百七十五年。 クレ軍において途中から銀が掘り出された。長さは一尺、幅が三寸で、その上に年月などの字が刻まれていた。この報告を受けて、大社を行い、天札と改元された。アマネジ元年七十六年、クレ軍から報告があり、林平子が通じ、その岸辺で石の箱が発見され、その中から皇帝と刻まれた小石が見つかったという報告があった。 そこで玉字と改元し、大社を行った。会計大衆の車、春、小東大衆の長英が三差子を収めていないという理由で、中央から派遣された役人により残首となり、首を諸軍に回された。秋八月、定下、ただしの孫会が真に降伏した。美から平山の石が字の形となり、諏訪は,は九州のなぎさで、語は九州のと、 幼州の死が天使となり、四世にして収まり、太平の世が始まる。と読めると報告があった。また、呉れの非戦山に中空になった岩があり、十四竹の大きさがあり、石室と呼ばれていたが、岩の各所に随所が現れている。という報告があった。そして、使徒の当町と県台城の州所が非戦県に派遣され、国山として法然を行った。 幼年から天気を改善することが決められ、岩に現れた文字に対応するためという理由で台が実行された。天ね元年277年夏、過去の正しの孫とが江夏から助南に軍を進め、焼き討ちをかけて住民を略奪して帰った。古出身の長はじめが、不告や残言により昇進して、死直中老将となり、皇に封じられるなど孫皇の朝愛を受けていたが、 この年に、それまでの悪事が発覚し中殺された。天気二年、二百七十八年秋七月、刺激王、千武士王など十一王が建てられ、王ごとに三千人の兵士が与えられ、大社が実行された。天気三年、二百七十九年夏、甲州で各馬が反乱を起こし、その影響は甲州、甲州の各地に及んだ。八月、 軍師の長安氏を上昇に任命し、牛な義さ徳の南職を首都に任命した。習近後の東淳、東治は四空に任命されるところであったが、鎮南将軍、カリフ史料公衆牧に職が改められ、一万の兵士を率いて、東の道から各馬の征伐に向かった。東淳が主教で、各馬軍の王族の軍に阻まれた隙に、各馬はますます勢力を広げたので、 女僚の正氏の東福家氏が七千人を率いて西の道を進み、さらに公州牧の東高に対して、その配下の軍勢と合歩、津林の諸軍の兵士を率いて東西の両軍と共に角馬を打つことを命じた。高さ一畳ほどの鬼目名が交渉の木の家に生え、また高さ四尺の貝なが交渉の暮れ平の家に生えた。東官の役人は鬼目名を芝草。 カイナを平トリコソウと判定した。木は、サムライシバロウ、クレガイラは、平トリコロウに任命され、それぞれが、銀印聖獣を賜った。冬、進ススムがクレに侵攻してきた。甲州に向かっていた、東深家市の軍は、武将に止まった。天気四年、二百八十年春、中山王、大王など十一の王を立てて、大社を実行した。進ススムの進行軍には、 各地で大敗し、長安氏ら多くの者が戦死した。殿中の親近のもの数百人が、孫公の長身の神倉を殺すことを願い出てきた。孫公はそれを止めることはできなかった。武将から権領に戻った、東福家氏は最後の抵抗を願い出てきたが、出撃の前日に兵士が皆逃亡してしまった。進む軍が迫っている中、孫皇は、 高六君の説明と中書令の後期の進めで、進むへの幸福を決め、王深氏、芝、王根のそれぞれに幸福の書簡を送った。滅亡の直前になって、孫公は母の弟の南職と軍臣たちそれぞれに手紙を送り、心境を語ったという公表伝。真っ先に、兼業にたどり着いた王深氏を孫公は自らを縛って、 棺を持参して出迎えたが、大深氏は縄をほどき棺を焼き捨てて、孫公を本人に招いて面会した。孫公から印字を受け取っていた芝は、孫公の身柄を自分の部下により、真の都に護送させた。孫公は一族を引き連れて西方に向かい、大野安志元年、280年5月1日に都に到達した。4月4日、進むの武庭、柴園は、朝直を出し、 孫公を奇妙公に封じた。大使であった、孫金は中老に任命され、このうちで王に封じられていた者については老中に任命した。王の五氏二年284年12月、孫公は落葉で死去した。42歳であった。河南県三において葬られた呉れろく、東皇皇は個人的に哀悼の意を書いた、その内容は 非常に悲しい哀愁に満ちたものでった。健康実力。孫氏一族はその後も精神に使い続けたが、以前に精神へ亡命した。孫修は副派将軍に降格され、孫会は土寮将軍に降格された。この後の精神の末元でも活躍した。孫公の子の孫三は八王の乱に際して、反乱軍から豪に祀り上げられた後に殺された。 同族の孫すくは陸旗のもとで柴に任じられたが、陸旗の冤罪を訴え続けたため、陸旗と共に三族皆殺しとなった。孫恵は、柴光、柴英、柴子氏に仕え、英家の乱に、懐御門を皇帝に擁立したため、健康に封税られた。闘神の時代では、孫皇のこの孫は、闘神の元御門に対して、謀反を起こしたが、鎮圧され、殺された。 一族の孫も地元の名士として知られていた。いわゆる、暴君であり、無理やり軍心たちに飲酒を強要した上で、監視の役人を側に置き、命定状態でわずかでも問題のある言動があれば、処罰を加えた。また高級に何千もの女性をいる侍させ、意にそぐわない救助を殺害し、宮殿内に引き込んだ川にその死体を遺棄したという。刑罰では、 残虐な方法を使い、人の顔の皮を剥いだり、目玉をえぐったりもしたという。お気に入りの人物は徴用し交換に取り立てた。さらに土木工事を好み、民衆を労役で苦しめたので民心が離れていったという。一方で、幸福に際して孫公は家臣たちに書簡を送り、ご滅亡の責任を一心に負い、家臣には進むに士官し才能を発揮するようにと伝えている、公表伝。 元の時中であった、李彦氏は、孫公の残虐な刑罰について弁明したという。また、呉の滅亡後に、進むに仕えた我彦は、進むの武帝の前で、孫公は英明であったと弁明している。真女、阿ビコツ隊。農書家でもあり、寮の型我、れ、諸品では、旧ランクの五番目、中の中に評価している。新寿の三国史上での評価も、土師い役人など、 否定的な記述が目立ち、孫博氏の幸福を許さずに腰と、洋山系、通常の資材より、さらに重罪人に適用された首都を断ち、斬首刑、万民に謝罪すべきであったと酷評している。精神の博士、畑衆は、孫公の名声は、花夏を驚き動させるのに十分でした。孫公がちょっと動くたびに、新人は、高校輪を抱きました。 と彼が連れてきた脅威と影響を、そう評価する。兄弟。皇妃。こその他22人の男子。孫皇は、他人が自分を直視することを好まなかったが、陸外は、その点についても還元したため、孫皇は、陸外には自分を直視することを許した。弁論が得意であった。幸福後の逸話として、芝縁は孫皇に、 陳はこの席を用意して長いこと今日を待っていたぞと言った。それに対して孫公は、陳も南方で席を用意して陛下をお待ちしておりましたと答えた。また別の逸話として、上鶴が孫公に聞くところによれば常々人の目を伺ったり顔の皮を剥いたりしたとか。これはいかなる経過孫皇はカミの顔をじっと眺めてから、あるじをし,し、 主に府中を働く、八つ原への見せしめですよと答えたという。昔、上鶴は、相棒を殺した。そのためか鶴は恥じり黙ったが、孫公の表情は、何の変化もなかった。施設信号の中で、南の人は、お前、何時という言葉を用いた詩を作るのが好きだというが、今日も作れるかねと芝居に問われたところ、と歌ったので、芝居はしてやられたと後悔したという。 また、進むに幸福後、芝園とその姉妹向の王渡るが、孫公の前でゴを打っているとき、どうして人の顔の皮を剥いだのかね。と芝園が尋ねと、王渡るが、五番の下で足を投げ出して座っているのを見て、すかさず、主君に無礼を働く者があれば剥ぐのですと答え、弾いた王渡るが足を引っ込めたという話が残っている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。